続いてはヤグラとシロマ。私が男の人でミルさんが女の人なんですけど、あの電話越しの惚れてまうやろを披露します。なるほど、はい、それでは参りましょう。ミルさんとフーコさんの惚れてまうやろです。フーコくん、どうしたんだよ。悲しいことがあったの。頼むから泣かんといてくれ。電話越しじゃお前を抱きしめられないやろ。惚れてまうやろ。電話のもどかしさね。でも電話越しやからこそドキドキします、ね、そうね。このコント見たチャンスの朝見てくださいよ。たまらんかった。たまらんらしいよ。あのサウナ入りました。サウナ入ってます。続いては山本と木下桃花。これは、はい、ちょっと特殊っていうか、はい、それてる部分は、まあ、電車で。電車、日常に、はい、日常、はいはい、それでは参りましょう。桃花さんと彩花さんの惚れてまう野郎です。どうぞ。ガタン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 。へっへっへ、いいケツしてんな。誰かと来て。へへへへ、もっと揉みしだいてやろうか。やばい、触るならこっちを触れ。お、柔らかい。惚れてまうやろ。それはね、はい、自分の生かしちゃいますか。まあ、自分の生かすっていうか、自分は別に男か女か正直分かってないんですけど。ですけど、なんか変にカッコつけるよりはキーソラスみたいな。あ、まあ、それが男であろうと女であろうと、その正義感に惚れるよね。いや、すごい。その正義感はキュンときたでしょうに、みんな。はい、ということで、レッツ。どういうこと。あ、危ない。大丈夫？急な男らしさ、惚れてまうやろ。あれ？